西印駅。西印駅は、京都府京都市にある阪急電鉄、京福電気鉄道の駅。駅名の漢字による表記は同じだが、阪急が西印、京福が西と読む。阪急京都本線と京福嵐山本線の2路線が乗り入れ、阪急の駅は地下にあり、その地上付近に京福の駅がある。かつて所在地一帯は、 純奈院が置かれていた地域だが、純奈院の別称である祭院が地名となり、駅名に採用されている。現在の地名の読みは、祭院である。小沢吉造、祭院の歴史、祭院の歴史編集委員会、1983年によると、元来は、祭院と読み、平安時代から鎌倉時代、12から13世紀頃の文書では、祭院であり、公安10年。 1287年の文書に初めて、祭の故障が出現しており、生って祭と呼ぶようになったのではないかと考察されている。江戸時代のこの一帯の名は、祭村。戦国時代に記された上杉本落中、落外図屏風にも、この付近にあった祭院城、祭院小泉城が、祭、小泉の城と、明記されている。また近代に入っても、地元の発音は依然として、 サイが使われていた。近代に入り、地元民の故障とは別に、当時の自治体名、サイン村の読み方は、サインで、軍隊では天皇の際に、サインと呼ぶことが言命されるなど、交渉としては、サインが優位になり、1934年に、京都府の告示により正式に、サインが、交渉化された。また、公的文書による裏付けはないものの、警福の駅名は当初、 サインであったものが1933年、昭和8年頃に、サインに変更した、という地元在住者による証言を収録した書籍も、ある。相対式2面2線のホームを有する地下駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。従来からの駅舎や改札口は、地上の西大子市場交差点の南西角に、設けられているもので、こちらを、 西改札口と呼ぶ。トイレも西改札口側にある。その他、東側には、2017年に下記の経緯により建設された改札口として、河原町方面ホームと接続する北改札口と、梅田方面ホームと接続する南改札口とがある。現在の駅舎を建設する際、13方面ホーム、東丹付近、地下から京福イン駅前、 地上までの地下通路と改札口が新たに計画され整備されていたが、地元商店街の反対により使用中止となった卿がある。そのため、地下通路へ通じる出入り口は閉鎖されている。2017年現在では、市場通りの東側に避難用の階段が設置、平日7時20分9時は出口専用階段、されている。しかし、 2013年に直結する計画が再浮上し、駅ビル建て替えと同時に西側にしかなかった。改札口を北側に2カ所新設した。詳細は下記。京都本線は当駅のすぐ西で地下に潜り、当駅伊東は市場通りの直下を走る。地下線は関西では初の歴史のあるもので土木学会線小土木遺産に指定されており、高校上の額には、 当時の京阪電気鉄道社長、大田光博氏が記号した、天神、平素の項の変額が掲げられている。地下路線建設時に作られた和紙のレリーフが、運行の安全を見守っているとされている。トンネル高校付近の勾配は10パーミルというリーが、13よりに曲線があるため、通過列車は、時速75キロメートル以下、河原町行きは、 時速 60km 以下まで減速する。開業当初は新京阪鉄道の暫定的なターミナル駅としての位置づけで、串型ホームの地上駅だった。暫定的なターミナル駅として開業した背景には、1928年に京都で取り行われる昭和天皇の即位のに間に合わせるために開業を急いだという事情がある。 京阪電気鉄道と合併後の1931年に京阪京都駅、現在の大宮駅まで延伸された際に地下化された。1980年代前半までは、ホームの有効長が7両分しかなかったため、8両編成の列車は上り下りとも、進行方向最後尾1両のみ、ドアカットを行っていた。相対式2面2線のホームを有する地上駅。 嵐山、片平の辻方面乗り場は、阪急の北改札口に、四条大宮駅乗り場は、阪急の南改札口に直結している。従来の乗り継ぎは、もともとあった西改札口から四条通りを北に、約260メートル歩くなどして、約5分ほどかかっていた。トイレは設置されていない。当駅より北に50メートルほど進んだところには、車庫があり、早朝、 深夜を中心に当駅を、始発、終着とする列車が設定されている。駅近くの市場通りと交差する踏切は、第三種に分類されるもので、遮断機がない、京阪新地区で唯一現存しているタイプ。警報機も伝承式である。早朝に設定されている、当駅始発の嵐山駅と北の白梅町駅は、廃線の関係で本来は、市場大宮駅となる。 北側の上りホームから逆線発車する。地上で京福が通る部分の地下に、阪急の北、南改札口を新設し、京福の市場大宮方面ホームを直結させ、さらに新設の改札付近に、京福の嵐山方面ホームを移設し直結させる、計画と既存の阪急改札口を改修して新たに駅ビルを設置する計画が発表された。工事は、 国土交通省の鉄道駅総合改善事業における形成計画事業として行われ、事業主体は京都市、阪急、京福羅の法定協議会、西院駅周辺地域整備協議会となり、2015年度に着工され2017年3月25日に使用開始した。平日朝夕は利用者数が多く特に、 朝は、河原町方面から向かう列車から降りてくる、利用者数が多く改札への階段が一つしかないので、詰まっている状態が見られる。近年の1日平均乗降人員、乗車人員は、下記の通り、阪急西院駅の西改札口前に、西王子、市場、阪急、蘭電西院駅停留所が設けられており、京都市 AA バス、京都バス、 京阪京都交通が乗り入れている。京都市営バス乗り場案内図京都バス時刻表京阪京都交通時刻表。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。